風が冷たいな。数は十分に揃った。心得る。雫よ、もうすぐ俺たちの悲願を叶う時が来るぞ。はっ、三の内瀬美か。善は私が守る。よくできた内瀬美よ。それほど善を愛しておるか。愛、よくわからない。でも善のそばにいたい。善に笑ってほしい。それを愛というのよ。しかしどんなについたところでお前は三ではない。善もつらかろう。わしが代わりに引導を渡して。はいで来たか善よ。もう終わりだ衆。三の敵、撃たせてもらう。どうぞ来い。邪魔しに。善。ザジが心配している。帰るぞ楓。知っておるか善、鏡に秘められた力。生贄の血潮を浴びて天魔の力が我が身に宿る。これが夜叉教から得た宿地。善を守る。三の内瀬美か、つくづく邪魔をする女だ。無駄だ。そこの三と同じ、その衆も内瀬美よ。帰れ。下がっていろ。これは俺が決着をつけねばならぬこと。変えてか。お前はわしに勝てん。鏡を置いて去れ。なぜだ、なぜそこまで天魔の力を望む。貴様は乱世に絶望したがゆえ、忍びを捨て風化を去ると言った。あれは嘘か。だからこそだ全部。名ばかりの帝や将軍、天下を取ろうとする大名どもに代わり、わしが天魔となって天下を治める。鏡を渡せ。八枚の天魔経が揃えば天魔がこの身に権限する。正気か。俺と雫は天下の太平を望み忍びとなった。だが侍どもの使い捨ての駒である限り、戦を止めるどころか女一人の命すら救えぬ。誰かが侍ども以上の力を得ねば、この乱世は収まらんのだ。だから天魔教を見つけるために大名どもを焚きつけ戦を起こしたか。静かな笑
だって許すとでも思うのか。シュ、貴様は忍びだ。忍びを捨てたと言っておきながら、身に染み込んだ忍びのやり方で世を乱すことしかできぬ血を這う影だ。ならばその影が天魔となる様、その目に焼き付け果てるがいい。貴様の血肉を捧げ、わしは八億の天魔となる。俺は愛する女を失い変わった。姿形が似た女がそばにいても胸の隙間埋めようがない。俺は雫を殺した。凪を許せなんだ。凪と雫のことを知っていたのか。俺はただ一人の女を愛しただけ。どこで道を誤ったのであろうな。楓と言ったか。善、お前は連城、風に舞い散る火曜のごとし。友よ、せめて安らかに散り候え。楓、帰ろう。黒鷹、火祭りと楓はどこじゃ。さて、禍々しき鏡を人目から隠すと申しましてな、風に吹かれて行ってしまいました。そうか、寂しくなるな。姫様、花は散ってもまた咲きまする。いずれまた二輪仲睦まじく咲き誇る様を見れましょう。黒鷹はそう信じておりまする。戦が終わったか。わしゃもう疲れた。しばらくはゆっくり休みたいものだ。花も草も散りゆく季節か。寒くなるの。殿、殿。一大事にござりまする。はあ、やれやれ。今度は何なのだ。ああ、今行く。一体何があったのだ。何？それはまことか。ああ、いつになったらわしは落ち着けるのだ。